お願いします。これ取っちゃっていいですか、ね、あ、大丈夫です。はい、すいません。どうします？今日本当に何もしてなくて。おうおう、綺麗ですね。え、本当ですか？あ、毛先立てますね。いや、そうですよ。なんかかなりパサパサ、うん、パサパサですね。これ一体全体何を？え、何もしてなくて、ブリーチとかもしたことないんですよ。宿毛矯正もしたことないし。何の痛みだ？何の痛みだ？なんかすごい逆に怖いな。でももうちょっときしんでますね。なんだろう、わかんないんですよね。わかんないですね。昔から。いや、から足始めたから。1ヶ月前、うん、ちょうど1ヶ月前ぐらいに美容院行ってて、うん、その時にカットとカラーとなんかトリートメントしてもらったんですけど、ちょっとごめんなさい、すごい本当申し訳ないです。着替えるの忘れました。言ってよ。そのまま行くんかなと思う。まあやりづらいです。大丈夫です、あの着替えました。はい、4本撮りなんです今日。正直に言おう、はい、で着替えるの忘れてて、先ほどカウンセリング中にすいません着替えました。はい、両先怒られてます。テイク2。あ、まあ、さっきまでのところも使うんで、あ、はい、もどもどしないでください。すいません襟が。もどもど後ろでしないでください。こんな焦る撮影ある。忙しいな。はい、すいません、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、もう先ほど聞きましたね。はい、傷んでて、前回がカットカラートリートメントで、はい、どうでしょう。どうでしょう。どうでしょう、逆にカットカラートリートメント。え、なんか終わってすぐは結構なんか良かったけど、良かった感じだったんですけど、いつの間にかこうダメになった。え、ちょっと逆になんだろう、痛み始めたらって気づいたのは。だろう。ずっと痛んでる感じ。え、そんなことはなくて、うん、なんか痛んでますね。でも見た目はそうでもないんだよ。なんか触るとかなりギシギシって感じです、うん、ギシギシの理由はでもついてはあるんですね。結構そうですね、前回多分かなりすいてもらってて、そうね、どうします。ツルツルにする方法ってもうパターンあって、まずは油分を足してあげて、あのしっとりしてあげる、それが一番ライトな方法で、その次がまあ酸系のトリートメント、特に髪質改善トリートメントっていう感じで、しっかりと熱入れしてあげてサラサラにする、はい、でその次がもうあの酸性の宿毛矯正、宿毛矯正すればサンネストリートメントの持ちがめちゃめちゃ長い、半年に1回ぐらいで済むっていう形。ただストレートになるんで、パーマかけたいとか言った時はちょっと注意が必要。パーマかけることはあんまないから。でもなんか髪質なのか分かんないんですけど、うん、なんか巻いてもすぐ落ちちゃって、な全然持たないんですよ。アイロンの温度は何度ですか？150。良心的。そんなことある。髪に食べるの怖いなって思って、うん、いつもそんな高くはしないんですけど。オッケー。髪に気を使ってるのに傷んでる。なんでですかね。なんでですかね。なんででしょう。もう分かんないんで一回洗います。はい、ちょっとワンシャンしよう。はい、じゃあ一回洗います。さあ洗いました。乾燥してますかね。うん、してますね。綺麗にしましょう。お願いします。乾かします。毛髪診断的には押すとグニャってなってしまうんで、ダメージホールが大きいかと思うんですけど、なんで俺喋ってんの。乾かします。まさかの癖ですね。まさかのパターン。見えますかね、この全部ザラザラしてる部屋がすごいあるんだけど、ザラついてる感じ。しかもこの内側、多分癖で広がったのをすきばさみでバキバキいったんでしょう。なるほど、これはすごい綺麗に見えたのに騙されるとこだった。触るとなんかすごいやばいですよね。え、調整します。した方がいいですか。サラサラになりたいんだったら難しいとこです。ちなみに今バッと乾かしたら、いや、そうですよね。いつもなんかお風呂上がりに乾かした時が一番ひどくて、そうでしょ。でもツヤはあるの。このパターンあるんだね。多分めっちゃついてあるから、どうします。これをツルンにするには多分もうストレートの選択肢が一番いいかな。巻きづらくはなるかも。ただこの反射とかは全然いいと思う。いや、綺麗になるならの方がいい。全然そっちの方が、そうしましょうか。の方がいいと思う、はい、それでいきます。お願いします。じゃあ急ぎます。じゃあ準備してますね。まさかのパターンでした。頑張ります。お願いします、はい。急遽今日は変更します。実はうねりですごい広がってたのをものすごい空いてることによるザラつきなんで、もう立中の2対1でサクッとなんかしてサクッと流します。だから短時間でできる宿毛矯正という形でいこうかなと思います。立中のを2周ぐらいかな、2周ぐらいしてちょっとクタッとなったらもう流しちゃって、処理剤大量に入れ込んでアイロンしてレイにしようかなと思います。変わりますよ。楽しい。はい、行きましょう。なるほどね、すごいちょっとザラついてますもんね、マジで。いや、
すごいですよね。うん、すごいです。本当にすごい。生まれ変わりますよ。なんかどうもできなくて。そうでしょ。隠れ癖毛、隠れダメージさんですね。大丈夫、安心してください。はい、おかしいください、これは。これしれっと普通にちゃんとカウンセリングも、なんかおかしいって気づかなかったらやばいことになってた。なんか仕上がりの時になんかすごいちょっとあれどうしようってなったかもしれない。よかったです、うん、今日これで。あ、しかもすごい吸水もですけ、なんとかしましょう。腕がなるぞ。僕のこと知ってました。いや、もともと母親が2人は。あ、やっぱりそういうタイプ。大ファンで。もう行きたい行きたいってずっと言ってて。ママより先に、うん、え、来ちゃった。なんかあの募集したのを連絡してくれて、うん、なんか応募してみてって言われて、はいはい、ちょうどバイトもなかったんで、うんうん、なんかとりあえず送って。なるほどなるほど。まさかの連絡が来てって言ったら、えって。すごいって。そんなつもりでは。私がやればよかったで。でもここじゃないんですよ。実家がもともと違うところなんで、うん、お母さん来れなくて。あ、そうなんだ。東京じゃないってことですか。そうです。私も今東京じゃないんですけど。ええ神奈川から今日。ああ、神奈川。お母さんも。お母さんは富山にいます。あ、遠いですね。そうなんです。そっかそっか。だからなかなか応募もできないらしくて、うん、確かにね。富山セミナーもないしね。いや、やったら多分即応募しますよ。北陸ないな今んとこ。いや、もうぜひ。北陸ね。秋吉行きたい。あ、福井、福井か、あれば秋吉本店。北陸でも、うん、どうじゃん、北陸苦手なの。そうやってまた人の休みをぶち壊してくる。休みないって言ってましたね。休み本当にない。お前だよ。うるさい。ちょっと毛先の方にちょっと進出してきて。20代の視聴者さん珍しい。いや、そうそう、20。そうなんですか。少ないですよ、少ないし、20歳って書いてあったから。えっつって。2000年です。2002年です。謝れなんで2002年です。そうだ、もう今2022年だった。算数。いや、若いなと思って。若いね。オーラがフレッシュ。オーラがフレッシュ。本当ですか。オーラがフレッシュ。どうした、もうそれ切ってる。学生さんってことですか。大学生です。大学生。おー、日本大学生。なんか、何その並々ならない大学への憧れ。大学憧れめっちゃあるんですけど。キャンパスライフがいいだけでしょ。そうそうそう。大学行きたいわけじゃないでしょ。大学に行きたいんですよ。大学生したい。わかりますこの気持ち。大学生したい。そのためには ある程度数学とか勉強しないといけない。しますよ、大学行くってなったら。私今の人生では大学っていう選択肢がなかったから勉強しなかっただけで、うんうんうん、行くってなったらね、それ勉強しますけど。しかもなんで数学限定なんですか。いや、あなたの一番弱いところ。そんなことはないです。得意な科目は。俺前回も言ってました。図工。保険。道徳とか。音楽。道徳は大学受験でないんですよ。だから、わかんないね。意外に新たな才能が。新たな才能が。確かに。記憶力がめっちゃいい。羨ましい。本当ですか。私、記憶力本当に悪くて。あら、だらだら。僕もです。ダメなんですよ。はい、全然覚えてないです。歴史とか最悪ですよ。歴史は好きだから、全部。えー、みんな好きなことは覚えてる。そういうことですね。好きなことじゃない。道行くすれ違った人とか覚えてるでしょ。覚えて、超能力ですよ、超能力。なんかそれはすごすぎる。パーって見て、あの人またいるとか。やばくないですか。すごすぎますね。ちょっと怖くない。なんか覚えてるんです。なんか特徴的な人ですよ、でも。なんかちょっと変わった人ってあるんだけど。なんかちょっと、なんか髪の毛が派手だったりとか。あ、でもまあ普通の人でも、あ、このカップルさっきも一緒だったな、みたいな。そんなとこ。やばいっす。ありますね。すごい。あやさんの方がスカスカだから。おい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 。スカスカではない。インフォームっていう浸透促進剤つけてなじませたらもう流しちゃいましょう。はい、じゃあ推薦が終わりました。キャラフェクト8倍弱ですね。活性ケラチンをさらに足してって、アルテマアクアノットビスト、もうどん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 処理剤入れて、ちょっとでもザラついたところを飛びに行っていきましょう。最後リケラエマルジョン、よくコーミングして水分取って乾かしちゃいましょう。はい、今ドライし終わった感じですね。これぐらいのまだザラつきは残ってるんで、ここから190度アイロンしていきます。特にツインブラシとかいらないんで、普通にやって大丈夫だと思います。これでアイロンして固めていきます。カーラーした方がいいですよね。ですよね。どうしましょう。どんな色がいいとかあります。何も
何も決まってない。なんか肌色は結構透明感あるから今超おすすめ。こっくりブラウン。おい先に言うなよ。こっくりブラウンですか。先にバカにしてるでしょ。いやなんかこっくりとした色のブラウンっていう表現をしたんですよ、この間お客さんに。秋を迎える、今 9月見てる人に言うたら9月なんですけど、その9月ってちょっと秋を意識し始めるじゃないですか、うん、そうですね。でぶっちゃけで秋ってなくないですか。だからいつだよ秋ってなって、で9月しか秋っぽいのって押せないなと思って、そういうコップリとしたブラウンでコップリブラウンっていうのがあるんですよとか言ったら、なんか岩崎がプープープーみたいな、なんかインスタグラマーみたいな、そうなんか若手美容師みたいな名前の付け方しますねとか言ってふざけんな。コップリブラウン、コップリブラウン、グラメってことですか。いや赤割さんはね、あのちょっと落ちさせて、なんか一応作り方はグリーンとピンクで作るんだけども、そう、想像がそうできないでしょ。普通にブラウン、ちょっとあったかみのあるブラウンで、なんかアッシュ系とかとは違って、なんかどっちかというとツヤ感っていうのが出てくるんで、季節限定カラー、いいですね。やってみましょう。お願いします。はい、もグレージュとかに、あそうグレージュ、もうゆうさんグレージュって言えばいいと思ってるから。それこそ喧嘩売ってますなんか。いや俺も散々出してるからグレージュの動画とか。いいわけです。ぽっくりブラウン。バカにするねあなた。ぽっくりブラウン流行らせましょう。バッチになりますよ。お母さんに届くように。本当ですね、うん。動画楽しみにしてるからって言われました。1ヶ月後ぐらいかな。あそうなんですか。はい。いや今日さっきあのそれこそ冒頭で着替えたじゃないですか。はい、もう珍しく出張と重なってんのと、夏休み今月あるんで YouTube 撮る時間がなくて。あの怒涛の4本撮りしてるんですよ。そうそう、4本撮りの4本目なんで、会話が被る被る新しい自分のネタがないから最近の20歳の子は何をしてるのかってことですもん。いやもうそうね。えどういうこと？だからネタが被らないようには、あそうね、モデルさんの強みを使ってくれた。聞いてました私の話。モデルさんの強みを生かすしかないってことでしょ。そうです。いや生かすところが生かすところがないかもしれない。ないかもしれない。何年生ですか今。大学2年です。おお、じゃあ、はい、なんか浪人してて。ああなるほどなるほど。ちょうど1年ずれて1年ずれて楽しいですかやっぱり。微妙。忙しそうな男で。やっぱ実習があるので、うん、実習、何系の実習なんですか。看護なんですよ。あ超忙しいじゃないですか。まあ、絶対そうでしょ。なんかまだ2年なんで、うん、そんな3年生でしたっけ。あそうです、3年生が大変なんですけど、もう今からその恐怖に怯えてます。結構大会系ですよねあの学校というか。ですね、うん、大変そうだなって思ってます。大変だよね看護学生って。いいじゃないですか夢の仕事。うん、夢の仕事、うん、かっこいい。僕結構健康だからあんまりお世話になったことないです。私もなんですよ。めちゃめちゃ健康に生きてきたんで、うん、入院したこととかないですか。いやそうなんですよ。いやそう、だから分かんないんですよね。分かんない。教えてもらっていいですか。入院ですか、うん、入院ってどんな感じですか。規則正しい。マジで痩せますよね規則正しい。もう眠いのに朝6時半ぐらいに起こされるわけですよ。朝木さん体温ですみたいな感じで。体温わかるんですけど、測ってありがとうございました看護師さんに言われて寝るじゃないですか。もう眠いし、でも7時に朝ごはんが来るんですよ。会えなとか思い。え6時に起こされて、6時半に起こされ て、そう30分でまた深い眠りに入ろうとした瞬間に、うん、朝ごはんが来るわけですね。まあ、食べるじゃないですかある程度パクパク食べて、うん、もう寝れないわけですよこちらは。あ寝れないなとか思いながらその日検査あったら、まあ、その検査を待ちつつ、うん、いろいろやって11時半か11時ぐらいにお昼ご飯が来るんですよ。早いみたいな、まあ、早めだね。早いんですよ。でご飯食べるじゃないですか、うん、まあ、もぐもぐもぐと、うん、で検査あったら検査行くしなかったらこうただベッドの上で一生ネットフリックスを見るっていう。で6時ぐらいにご飯が来るんです。早いんですよ全部。全部早くて。確かに。マジ健康になりますよ。そうですね。なんかお風呂の予約もしないといけなくて、私ちょっと最初様子見的な感じだったんで3日間ぐらい風呂に入れなくて、うわきつい。きつくて何どうしたい。長さんとかもなんかお見舞いに来てくれたんですけど、コロナ、うん、まだコロナ前だったんで、なんかその前のコロナ副店長さんとかも一緒に来てくれて、何がしたい。お風呂に入りたい。もうそれしかないわけですよ。親が関西だからなんかもう任せますみたいな感じだったんで暇だし。そうですよね。それこそがすることない。検査とか、まあ、体調悪い日はダメだったんですけど様子見的な感じがずっと続いてて、病室のフロアから私出ちゃダメって言われてて、でもどうしてもネットフリックスよみたいな。ガシガシイヤホンがないみたいな。こっそりコンビニ行きました。行った。行きました。いやこれだけ許してと思って。どうだった。悪いことしてる気分。申し訳なさがいっぱいです。
いやもしここのコンビなかったらあいつみたいになるよ、あいつここにいろって言ったんだバレなかったんですか。バレなかったとりあえずマジでもう本当に欲しいみたいな感じで、まあ、イヤホンゲットしてちょっと決めた。やめろよ、まあ、時系の看護師さんが管理が悪い管理が悪い悪いわけじゃないですよ患者の抜け出しを抜け出しても完璧ですからすぐそこの1階のやつでしょ、1階のところに行ってさささって戻ってきて、もうちょうどあれだな、ちょうど鬼滅の刃が流行ってたからもう全部見ましたね鬼滅を全部見て、動画ぐらいしかすることなさそうですよね。で体が疲れてないから夜超起きるんですよ寝れなくて寝れないし、そうか疲れてないから、体が疲れてないからマジ寝れない、ずっと起きてるわけじゃないですか。何してんの。 YouTube とか携帯を永遠に立ってとか見るという、なんか体に悪そうじゃんでも寝れないんです。寝ますけど入院の方が体に悪そうじゃん。まあ、大丈夫、そんなこと言っちゃダメですよまあいろいろやって、たまにこうちょっとお偉いさんとかがトタタタってくるんですよ。なんか私がちょっとベッドで検査されてる時に一番嫌なのが、嫌っていうかしょうがないんですけど、多分お医者さんの実習生みたいな方が、あ研修医みたいな、研修医の方がなんかすごいちょっと 偉い感じの人と一緒にパパパって来て、ちょっと一緒に見させていただきますみたいな、8人10人ぐらいが私に怖いみたいな、怖いじゃないですか、怖い怖いみたいな、すごいじゃん、怖くてもう本当こっちとらなんかボサボサのスピンなんですけど、ね、嫌なんですけどと思いながら検査を受けてましたね。いやでも検査とか疲れませんでした、うん、でも初めの方私ほぼ歩いてなくて車椅子かベッドごと移動だったんで、なるほど、なんかもうされるがままあ、泣きますよってたまに言うんですけど、まだちょっと安静でって言われて運ばれていく、制限されてた、ね、運ばれていくとか思って、なんかなんかでも体力はすごいあのすこぶる落ちますよね。何で入院してみたいな。何で入院するんですか。わかんない、わかんない、あんまり辛くないの私と同じやつでいいですか。それ辛そうだからちょっとなんか尾底骨骨折とか辛くない、辛そう辛いか、辛くないんじゃないですか。そうか、ダメだ、何がいいか、足骨折とかじゃないですか。それ入院いるしてる人いますよね、足骨折。パパ入院してました、ね、パパほどあの骨折はしたくないめちゃめちゃ骨折したやつ、めちゃめちゃ骨折しました、うん、そんな骨折したんですか。交通事故でかなりひどそうです。私もパパも入院経験済みです。確かにパマない、パマあるの、ママでも意外に健康、まあでも少なくともみんな出産で入院してる。あ確かに確かに、うん、ないね、まあ、健康はいいってことですよね。そうですよ、うん、ドライヤーがあるって知らなくて数日髪の毛パッサパサの自然乾燥のままでいたんですよ。そしたら誰か奥さんがドライヤー使いますかって言われてあるんですか、聞けなかったからドライヤーありますかって言えなくて、パパさんのじゃあその時もちょっと金髪だったんで、あ髪の毛がパッサパサになってドライヤーなし、はい、なんか悲しいね、なんか聞けなくてなんで聞けないの、なんかドライないんかなって思って、そんなわけねえだいなかったんですよ。同じ病室の人で4人部屋だったんですけど、うん、みんな多分ちょっとご高齢の人が周りに多くて、うん、いなくて、あれないんか多分洗っちゃってんかんそうか悲しい、色は抜ける抜けるみたいな、声かけた方がいいんですね、じゃあ勉強になります。そうそう、明らかにあのドライヤーを待ってる子がいたら本当にないと思っちゃって誰もしてる人がいない、いたらそりゃまあ私もドライヤー欲しいんですけどとか言えるんですけど、うん、マジでいなくて、え持参式だったもしかしてみたいな、つきづらいかもしれないです、持参だったらもう結構あれじゃん、スタッフにそうだから言おうかなと思ったんですけど、うんうん、うるさいからダメなのかなとか思ったんですよ。電源すらダメみたいな、なんかそのブーって言うじゃないですか、うん、それがうるさいから4人部屋だから人に迷惑がかかるからダメなのか思って、え結局4人部屋の中でやったの、なんか違うとこあるんでしょ、いやなんかありません、こう入院の部屋のちょっとこっち洗面所みたいなそこでドライヤーかけていいの、うるせえじゃん。そうなんですよ、だから配慮だから配慮してたんじゃないですか、ここにしかないからお風呂のところはないんですよ。あなるほどね、だからで電源がないなかったと思います、わかんない、私が見てないかもしれないですけどうるさいからダメなのかなと思って配慮してたわけですよ私なりに。なるほど、だからドライヤーってないんだと思って悲しいな、髪の毛パサパサなんだけどそれぐらい経験してちゃうがいいですマジで、ね、まあでも大丈夫、そのうち来るからね、来ていれば、来ていればいやなんかなさそう、一生なんか駆けずり回って、駆けずり回ってちょっと待って表現悪くないなんか駆けずり回ってちょっと前多分国語の勉強した方がいい、なんか駆け回ってた、駆け回ってなんか生きてそうですよね、突然死なんかあ、これもう人生満足したぜみたいな感じで去っていきそうな感じ、わかります、バーっていっぱい駆け回って、ね、入院も特に大きい病気もせずある程度生きて、そんなことあるかな、なんかあもう十分満足したわみたいなじゃあねじゃあってなんか去っていきそう、
切るならそれが一番いいですよね。それ理想っすよね。私の方が絶対に若いのになんで長さより私の方が健康なんだろうたまに思います。気使ってるもん。誰にですか。自分にだよ。お前にじゃねえ。私も気使って言ってますよ。そう、健康に。何してる。何してる。何ですか。健康に気使ってる。よく寝てます。めちゃめちゃ長いんでしたっけ。あ、長いです。でも最近寝れてなくて。え、寝れてないのもな。寝ればいいのに、あのふといきなり休みが少ないことへの怒りがふつふつとして夜中ムカついて眠れなかったので、え、お前自分でそれ休み削ってるけど。なんで私こんな休み少ない。夜に真夜中にイライラして、マジ親に電話しようかと思ってくれ。聞いてほしい。聞いてほしい。マジどうしたらいい。真夜中に。絶対あのもう区切りされます。お休み明日でって言われた。明日でいいって言われて、まあまあ冷たいから。まあまあ寝たいと。まあ正解。はい、薬剤紹介いきます。ボックリブラン。笑いましたね。ハッシュタグ、ハッシュタグボックリブラン。特組み合わせです。 14N グリーンピンクを3対1対1に 2GB が 15% 入れてます。なんでほんのちょっとトーンダウンですねするのと、で今日 4.5% オールでいきます。本当は3%オールでもいいような紙質なんですけど、強制してあるんでそちらの酸化にパワーが使われるんで 4.5% にしてるのと、天才糖ミックス、インフォーム3プッシュ、コネクター2プッシュ入れましたね。でメテオ 30g ですね。ブリュークシルさんとグリーンさんとメテオを入れてます。トータム 3g 入れてます。もう簡単ですね。ワンタッチです。いきましょう。いい感じになってきましたね。見た目がご出身が富山。そうです。あ、いいじゃないですか。美味しいもあって。富山といえば何ですか。富山といえば何だっけ、ね、シラウみたいなのなかった。白エビ頭の中で絵はね、もうエビが浮かんでたけど、白エビっていう単語が思い浮かばない。このドグロ、ドグロやっぱり石川になっちゃう。でも富山もある。富山港なんか、うん、やっぱこっち来ると、うん、何有名って聞かれるんですけど、うん、何有名だろうみたいな。なんて説明していいか分かんないことが。なんか地元の銘菓みたいなね。銘菓ないないってちょっと言うじゃん。いや、山梨の信玄餅みたいな。マス寿司とかは有名。ああ、マス寿司いいじゃないですか。うん、うまい。いや、岩崎マス寿司好きだよね。なんかお客さんからマス寿司とかって結構差し入れていただいたんですよ。結構パクパク食べる。ボリボリ食べる。おいしいと思って。うまいよね、でもさ。好きなものはモリモリ食べる。何でも食うよ。失礼ですよ。辛いものと臭いもの以外食うじゃん。苦いものとか以外はモリモリ食べます、ね、そう。小学4年生までの食事だったらモリモリ食べる。悪いな。でも大体そうじゃん。違います。ちゃんと食べれますって、いろいろ。おう、なるほど。ジビエはちょっと無理。ジビエってわからない。鹿とかイノシシとかのお肉。あー、うん、食べたことない。食べたことないですか。いや、俺すごい好きなんですよ。ジビエで赤ワインみたいな。もうなんかリッチです。おしゃれですね。いや、すごいうまいんですよ。なんか撮影の帰りに焼肉の予定だったんですよ。わーいって言って、そしたらなんかどうしてもジビエが食べたい。もう一人女の子がいて、その子は結構何でももぐもぐ食べるタイプなんで、初めから言われたんですよ。岩崎は食べれるかわからないけど一回ジビエチャレンジしてみないっつって言われて、行って撃沈しました。ダメだったですね。なんか匂いがどうしてもダメで、癖強そうですよ。癖が強くて食べれなくて、なんか唯一食べれたのがイノブタっていうイノシシと豚のお肉だから、豚がちょっと入ってるからギリ食べれて、それ以外は何もほぼ食べれてないぐらいでしたね。臭くてだよ。なんかもう葉っぱずっと食べてました。もしゃもしゃ。焼肉が良かったなとか。焼肉が私を待ってたのにな、こんな頑張ってっていう悲しい事件。なかなか仕方ないですね、こればっかりは。あれは多分分かりますよね。食べれる人と食べれない人。嫌いな食べ物とかあります。嫌いな食べ物、うん、嫌いな食べ物。いやでもなんかそんな頻繁に出てくるもので嫌いなものはなくて、ああ何かなってなる。そう、基本何でも食べれる。いや、えらい。楽だったと思います。分かった。多分うちの親もでもそんなあんま楽でした。もうこれ食わしときゃいいだろうって言った。ああ、そうそう。これ出てりゃいいだろう。感じなんで。うちの親はそんな作んないタイプ。外食推奨派。ああ、だからなんか3外食推奨派なんですか。そう、外食推奨派で、あ、いや、むしろお金渡されて、あのどっか行ってければみたいな。いいでしょ。あの寂しいでしょ。寂しくはない。あれですね。言葉をなんて反応したらいいかわからない、うん、話題はやめていただいてもよろしいです。いや、なんかね、なんか寂しいですねっていじっていいレベルなのかもわからないような
なんか何とも言えない結果を作るのはやめていただいて、普通に母親がそこら辺に飯食いに行ったりとか、スナックで飯を食うんだよ、だから小岩って本当ですか。そう、スナックとあのなんか一人でやってワンオペでやってるママがやってる居酒屋って結構多かった。スナックでご飯だ小岩は。小岩はスナックでご飯食うちゃんと出てくるよ、あのピラフとか。小岩のなんか女の子がいるんですよ。小岩ですよね。何あの私のことをすごい好きで言ってくれる。ああ、奈々ちゃん。奈々ちゃん小岩だよ。スナックでご飯食べないですってコメント来るかもしれない。いや、奈々ちゃんスナックでご飯食ってスナック以外ファミレスとかは行かないんですか。ファミレスはね、小岩サイゼリアしかない。サイゼリアでもよくないですか。サイゼリア行くよ、それ。行くけど、そんな夜にサイゼリア食わないでしょ。そうですか。逆に夜行きません。サイゼリアは朝まで飲んでもう一杯飲みたい時に行くのがサイゼリア。なるほど。なるほど。もう朝7時だ、朝日が通勤してる人とかもいる、でももう一杯飲みたくねーの時に行くとこがサイゼリア。あれで、あの時間に食うなんか小エビのカクテルサラダが非常にうまい。あまり共感を得れてダメかな。だってなんか勉強とかわかりますか、なんかこう余り場っていうか、なんていうか、ちょっと朝8時に勉強なんかしないでしょ。違う違う、朝8時に行かないですよ、だから最後に酔っ払いしかいない。だからその学校終わりとかに友達と喋ったりとか、ね、軽くだからその時間はそういうのを使えばいいし、朝に朝に行かない最後はさすがに。サイゼリアメニュー何が好きですか。なんか近くになかったんですね。うちは富山でも田舎の方で、うん、じゃあこっちに来てからの方が多い。こっちに来てからサイゼリア1回目行った。あ、じゃあサイゼリア歴浅めですね。そうです、うん、サイゼリア歴。じゃあちょっと何が好き。辛味チキン初めて来て、辛味チキン美味しいですよ。あるね、美味しいんですよ。確かに。なんか私も地元にはないんですけど、あるのかな、ない、なさそうなさそうだな。ないんで、学校の近くが結構栄えてるんで、そこの市場、京都の市場とか川原町とか行って食べてましたね、友達と喋ってたりとか。へえ。おすすめはでもあれですよ、なんかね、あれ名前が出てこないんだけど、ラムの肉のつまみがあるんですよ。あれが超うまい。それが1位で、あと小エビのカクテルサラダとディアボラ風ハンバーグステーキ。常連のようですね。死ぬほど行ったもん、ね、朝。そんな時間に行かないですか、ね、朝飲むマグナムワインが効くんだよ、ね、はぁ。お酒飲みますか。酒は飲みますね。おそりゃそうだ、北陸の女だぞ。どういうことですか、ね、強い。日本酒がいっぱい作られてる。飲んだんですけど、うん、やばかった。やばかった。さすがに早すぎました。デビューが早すぎた。ジャパンは早すぎた。記憶がないわ。大学生はもうそういう飲み会とかしないですか。でも看護学校だともう女子が多い。男子もでも最近は多いか。いや男子全然いない。あ、全然いない。なんかでもみんなまだ二十歳じゃないんで。あ、19か。引っ越したら。あ、まあ、オフィシャルには言えないから、ね。オフィシャルには言えない。でも18歳になった。お酒は変わんない。なんかわかんないです。俺だってその成人じゃないから。なくないですか。成人式次ですか。成人式終わってます。あ、そうか、終わってます。ややこしいんですよ。だからなんでややこしいですね。一人暮らしとかはできるようになったんですよね。あれダメなんでしたっけ。一人暮らしって16歳から OK でしょ。なんか親のしなんかがいらないみたいなやつもありましたよね。全然わかんない。自分に関係がないと自分に関係がないです。20歳のタバコはダメなんですよね。タバコはダメです。タバコがダメで、お酒も多分ダメ。健康上問題あるものはダメだと思う。多分ダメなんじゃないですか。でも健康上問題あるけど、スロットは18歳から OK。 健康には、健康被害すごいマジで。ここで多分生きてるラインです。スロット18歳から OK。 ここで多分ちょっと違うんです。いや、すごい体に悪いんですよ。朝、整理券配んないお店とかだと、あの朝5時とかから並んで。そういう体の悪さ。まあ逆に言うと早起きだからいいんだけど、まあそこから並んで入って、一日中あの暗い、めっちゃうるさいとこで。病んでないの。すごいね。もうその時は、今思うとあれだけど、その時はもう感情のこんなんだ。で30分だけ外出れるんですよ、あれ休憩取れる。休憩取ってこうやってピッと押すと、休憩っつって台取っといてくれるんですよ、すごい。電源一回ちょっとオフにして、外に出てご飯食べてもなんかシャバに出たみたいな感じで捕まってるんですか。シャバに出た。いや日光ゼロだから大体、出たって感じで飯食ったらもう一回戻って、ずっと11時まで。今10時までなんですけど、あのその時11時までずっと。やみそうですね。いや、そう。健康被害、健康被害。でもあれ18歳から OK。多分ですけど、今日4本撮ったじゃないですか。この会話の中で、多分見てる人は、長瀬さんが多分不良だったっていうことが分かったと思いますよ。お前さ、不良のさ、ハードル低いんだよ。
バイク乗ってタバコ吸ってスロット行ったら不良なの。ヤンキーだとヤンキーだと思っちゃう。私は怖い。そうなの。ブル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 。あ、そうです。まあとてもいい。でもヤンキーに憧れた時期あるでしょ。ないですけど。え、でもヤンキーってさ、なんかちょっとさ、中3ぐらいとかモテる。あれそれ。ヤンキーの先輩好きじゃなかったですか。いや、あれ、アホだなって思います、ね。アホだな。そうですよね。アホだな。何やってんだろうなみたいな。こちらに被害を被るわけですよね。だって、なんか関わりたくないってなっちゃいます。お前ら帰り道気をつけろ。ちょっと時間置きます、ね、これで時間置きます、ね、はい、はい、時間なんで流します。 OK、 バッチリじゃないですかね。ちょっとアクア出ようかな。アルテマアクア CMC ですね。しっかりと酢酸ナトリウムと CMC を入れて髪の柔らかさを作ります。でもうコーミングしません。ちょっと柔らかい細い毛なんでコーミングしないでなじませるだけ。すでにメテオが入っててかなりいい感じではあると思うん でしかも宿毛矯正もしてるんで、もう本当にしっかりとバッファーをやるぐらいにしましょうかね。お疲れ様でした。軽くノットのミスつけます。なんか串取り違くないですそう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 。 OK、 じゃあまあ実習があるとのことで結ぶということなんで毛先1センチだけ切ります。ちょっとねバラついてるのと、今後はもうちょっと隙をね減らさないとダメですね。隙がダメージの原因にめちゃめちゃなってるんで、まあでも若い子あるあるなんですよね。だからそれをちょっとずつ減らして綺麗な髪、ツヤのある髪っていうのをもっともっと目指しましょう。じゃあちょっと下向いてください。よいしょ。はい、じゃあもうメンテナンスカットです。1センチのところをやってパッと、もう特にないですね。普通に、あ、ちなみに黒クロスで切ってます。ピンク系のカラーを入れた時は黒クロス、白で切るとどうしてもクロスに移ってクロスから洋服に移る可能性もあるんで、基本的にはピンク系のカラーがちょっとでも大体 20% 以上入ってたら黒クロスで切った方がいいですね。ちょっと見づらいんですいません。ただ僕も見づらいです、見えてない乾けばいいんですけどね。乾けばいいんだけどね。まあでもしょうがない、こればっかりはお洋服に移るよりは。よし、もうサクッとアウトライン切るだけなんで。アウトラインやっぱねすごいめちゃめちゃ伸ばしてるっていう人以外は、あのアウトラインこれぐらいのカットをさささっとやってあげるといいですね。手触りが全然違うしまとまりも変わってくるんで。よし、あと細かいところのレイヤーとかは乾かしてから切ります。ないと見えません。見える。見えます。あ、そう。へえ。年齢差、年齢。おお見えないですよね、境目。見づらい。気使いました見えますって。僕オイル。さすがに。え、髪の毛とクロスですよ、だって。いや、見えてはいるよ。パッドという繊細な仕事をするのには適さない。ああ、私カットしないから分かんないのかな。分かします。見づらいそうです。ほー乾かし終わりました。いや全然違います。やばくない。やっぱ癖でしたね。ちなみに見ます。え、見たいです。え、すごい。こうです。え、すごい。おお、こういうめっちゃ綺麗ですね。この輪っかがしかもまだアイロン入れてないじゃないですか。ブローだけすごい。こういう感じになりました。触ってみていいですか。もちろんもちろん。全然違う。フレッシュな反応。フレッシュ。フレッシュ。嬉しすぎる。これはね、まあ、若干の毛先のあの絡みはあるんだけども、絡みはないか、乾燥あるんで、しっかりとあのさっきつけたミストみたいなのを毎日つけてあげると、多分1週間ぐらいでもっと良くなる。あれ蓄積型なんで、ああいうの毎日やってあげるといいかなと思う。もうやってよかったですね。本当によかったです。よかったよかった、喜んでもらえて。よし、じゃあこの後毛先ちょっとブラント取ってきます。失礼します。よし、もうでもある程度ついてあるんで、もうこのままでもいいぐらいなんですけど、ちょっとだけ今日の取ったところの続きですね。少しだけ、もう質感を作るんでさささっとやってください。こんな感じ。いいですね、ツヤが来ました。さあさあさあ、あんまり量は取んなくていいかな。うん、ツヤ髪のために取るのはやめます。前髪どんぐらいがいいと思います。いや、なんか何が正解かわからなくて。何が正解かわかんない。顔が割と面長、縦に長い。あー、でもあんまり短くしちゃうと多分グッと短くしない方がいいから、巻いてメイクの1ぐらいがいいから、今よりほんのちょっと短いぐらいがいいかなと思います。
前に引き出して、そしたら面長な人は多分そんな面長でもないけど、ここをちょっと削ってあげるといいです。ここの前髪の脇を少し削る、こんな感じ。そうすると少し違うでしょ。すごい。なんかやわ優しくなるというか。そう。今切ったところをちょっとだけすく。もう本当ちょっとです。これ 5% のセッティングですね。それでなじませると顔の形一気に変わるでしょ。すごい。すごい。わかんないかも。動画だとわかんない。自分的にはめっちゃわかりますよね。全然違う。そうそうそう。だからこっちもちょっと前髪の感じを広げてあげるっていうのが正解かな。なんだろうな。柔らかく丸さを出してあげる。そう。こうしてあげて、こう。すごい。反応がフレッシュで気持ちいい。かわいい。とてもかわいい。かわいい。よし。あ、バッチリじゃないですか。よいしょ。あ、ちなみに、こっくりブラウンです。そういえばみたいな。そういえば色可愛くないですか結構。オッケーオッケー、よかったよかった。なんなのお前その冷たい目は。微笑みなんだんですけど今。微笑んでないだろ。めちゃめちゃ微笑んでたと思ったんですけど。はい、っていうことで最後もうこれで完成なんだけど、さっき入れたメテオっていうトリートメントが熱と反応して今水を含んでしっとりした状態なんだけど、熱でパーンと水を飛ばしてあげると中で分かりやすく言うと棒状みたいになってくれて、外にシャンプーしても出てかなくなるんで、その作業をやって終わりましょう。お願いします。はい、こうやって水蒸気が出るんです。これがトリートメントが反応してる証拠。なんとか結合のやつじゃないんですか。お、意味の結合ご存知ですか。動画見たんです。 ありがとうございます。そうなんです。結合、意味の結合ができてます。こんな変わるんですね。ね、変わったでしょう。すごい。いいよね、本当のツヤツヤになる。そう、これだったらぶっちゃけ美容院のトリートメントっていうイメージじゃなくて、もう形が変わってるから、洗っても洗ってもこれじゃんみたいな。うん、楽しみです。そうでしょう。来た時もツヤツヤだと思ったんですけど。そう思ったけど、なんか触ったらなんか、触ったらなんかあれと思って、なんでと思って、もうなんかね、感じ取った。これはまともにいったらやばいやつかもと思って。そうそうそう、シャンプー濡らして乾かしたら出た癖だーと思って。なるほど。そんなひどかったですね。ひどくはないけど隠れてた。あ、全然、症状としては、症状としてはっていう感じ。症状としてもね、なるじゃん。なんでそこ突っ込まないか。で、全然強い癖じゃないんだけど、隠れてるからなんか宿毛矯正を進めづらい。自分でも多分宿毛矯正やろうって思わないですよね。そうですね、うん、私癖毛だから宿毛矯正やらなきゃってならないと思うから、しかもこれぐらいの癖だと進めづらいんですよ。しかもましては若いから、宿毛矯正って結構高いから進めづらいけど、でもそこはね、もう適切な処理としてはこれが多分一番だと思うんで、でトリートメントもしっかり入って、でちゃんと長持ちすれば最高です。これって今後どうしたらいいんですか。基本半年持ちます。そう、今9月2月3月か。おう、めっちゃ持つ。すごい。そう、持つんで、その半年ぐらいしたらあれです、根元の宿毛矯正をかける。あ、そうそうそう、全然宿毛矯正リタッチって言えばいいと思う。普通にカラーとかはしていいんですか。カラーはもう毎月っていうか、まあ2ヶ月1回 1.5 ヶ月1回かなはしていて大丈夫です。何の問題もない。え、ブリーチとかも大丈夫ですか。まだ大丈夫。まだ1回の宿毛矯正ぐらいだったら大丈夫。学生ですから、うん、ちなみに実習の隙間があるってことですよね。そうなんですよ、うん、めちゃめちゃ1年ぐらい空くんですよ。あ、じゃあやりたい。でやったことない。うん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 。いや、さすがに一気に全部はちょっと勇気ないんですけど、うん、なんかこことかインナーとかイリングとかやってみたいなってずっと思ってて、うん、あ、なんか暗くしなきゃいけないんで実習になると。あ、結構めんどくさいじゃないですか。はい、なると無理地全然耐えられると思うけど、今日の宿毛矯正ぐらいだったらそんなにアルカリも使ってないし、でガンガンやっちゃって大丈夫です。ガンガンやっちゃって、だって若いしかできないもん。あ、大人だった。まだ若いし。そうね、まだ若
若いんです。モデルさんに向かって言える？若いです。このフレッシュさはもうないかも。もうとっくに二十歳の時もこんなにフレッシュはなかった。そうだね。なかったかも。なんか、なんかもう年下の子が可愛くて可愛くても何でも買ってあげようかって言ってしまう。可愛くて可愛くてもこういう領域に今達しております。さあ完璧じゃないですか。うん、ちょっとだけオイルつけていきましょうか。見たことあると思う、アローディアンで。ありがとうございます。でも娘が上京して学校行ってて自分が見てる YouTube チャンネルに出たらお母さん嬉しいよ。嬉しいより羨ましいよ。あ、逆に妬み嫉妬。でもすごかったですよ。確かに先に来ちゃいましたからね。お母さん行きたいって。ずっとラインが止まらなくて。そっか、お母さんが見つけたんですよね最初。お母さん全部持ってますよ、シャンプーもリンス。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。お母さん先日オイルが届きました。先日オイル。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。すごい、やばいよ。よいしょ、後ろ一回見てみようかな。はい、バッチリ。すごい。色もすごい綺麗だよ、こういう。やばっ。バッチリです。どうぞどうぞ触ってください。全然違う。フレッシュ。かわいい。そうなんです。こういうのを仕事にしてます。バッチリです。もう本当に半年持つんで、安心してください。さあ、じゃあそんな感じでちょっと一回解説だけを。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もうバッチリです。はい。サビさん、僕もフレッシュな気分になりました。すごい、全然難しいことじゃないですね。リッチユノの2対1で、まあ、サクッと宿毛矯正、ああいう小さい癖のカラー毛っていうのはめちゃめちゃ得意で早いんで、酸性ストレート、今酸性矯正流行ってるから酸性矯正に行きがちなんだけど、やっぱり持続性とか、あとはまあスピード感もそうだし、あとはこの手触りのつるんと感っていうのはやっぱりこのリッチユノ2対1の弱酸性って結構やっぱ優秀なところあるんで、今日はそこを選ばせてもらって、で、リトーンの新色ピンクと、あとはメテオによって、ツヤ感のある、カラーっていうのを仕上げました。あとはほとんどしません、今後スキを少なくして手触りのいい髪を作っていってください。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、以上です。お疲れ様です。遅くまでありがとうございます。こちらこそ忙しいのにありがとうございます。はい、全然です。来ましたね。お母さんによろしくお願いします。そうね、そうね。ありがとうございます。じゃあ準備してもらって。はい。はい。ああ、お疲れ様です。はい。サラサラで。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、学校頑張ってください。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした、本当に。ええ。ええ。3だな。3本撮りが限界値ってこと、はい、俺も思った。でも最後の子にフレッシュな、かわいい、マジでかわいい、うん、かわいい子でした。笑顔がキュートでした。はい、富山の、かわいい、富山の産んだ天使。かわいいな、年下ってかわいいわ。お、え、それは年下男子を捕まえる前哨戦ってことでよろしいでしょうか。てな感じですかね。もう夜になっちゃいました。やばいですよ。明日はちょっと1時間営業遅いんで。あ、そうなんですか。10時でしょ。ちょっと確認してください。確認してください。え、私だからいつも通りかと思ってました。明日1時間遅いです。あ、そうなんですか。うん、やっほー。あ、やりました。じゃあそんな感じでちょっと今日はゆっくり出ましょう。ありがとうございました。次の週行きますけど頑張って。